はい、皆さんこんにちは。イマージョン実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はね、11月の初め、ね、2週間ほど前ですけども、2回目の住民投票が行われました。大阪都構想の秘訣で考える政策アウトリーチの重要性。ちょっとね、アウトリーチっていう言葉って聞き慣れないと思うんですけど、私はねすごく重要だというふうに思ってますので、この大阪都構想秘訣住民投票ですね、こちらについて合わせてですね、少し皆さんにお話をしたいと思います。まず自己紹介です。株式会社イマージョン、組織開発のコンサルタント会社を経営して、自分自身も現役のコンサルタントです。千葉商科大学のですね、大学院で経営学を教えています。人を対する経営学会常任理事事務局長として取りまとめを行っています。まあ、アウトリーチっていうとですね、どちらかというとこの政策アウトリーチよりも他の分野でですね結構多いんです。まあ、英語のことをね、まあ、そのまま訳しますと、手を伸ばすことってこういうことね、に意味です。で、必要とされる分野ってどんな分野があるのかなっていうのはね、もういろいろ分野ありますね。例えば医療分野ですね、なかなか医療が行き届かないところに、例えばね、医者が往診していくね、病院まで来れない方、こんなこともアウトリーチとこういう言い方します。あるいは社会福祉事業なんかをねおやりになっていることは、例えばこれ例ですよ、心理的なケアが必要なところに出向いてですね、行うってこともアウトリーチって言います。あるいはですね、美術館とか博物館なんかが、まあ、活動の範囲を広げるため、もっともっと美術の良さ、ね、そのものを理解してもらうために行う広報活動のこともアウトリーチと言います。それ以外にもですね、地方自治体、これちょっと黄色く書きました。これは大阪都構想と関連あるんでこれ黄色くしましたけども、まちづくりで地域の声を集めたり、あるいは関心を集めたりする活動のことを、まあ、アウトリーチと言います。はい。まあこれね、ちょっと派手な、これは大阪らしい今日のね、まあね、宣伝カーですかね、これはよく大阪のマジックで走ってましたけど、よく目立つなと思いましたけどね、まあ、私は正直でこれだけでいいのかなというふうに思いました。はい。でそれ以外にもね、高等教育の場でもね、例えば経営教育なんかも分かりやすさが、まあ、私はこの三谷先生のね、まあ、愛読書でもありますし、それから少し前に来ていただいてお話も実際ねお伺いしたりとか、今度一緒にね NPO 法人の件とか、まあ、そんなことでご相談しているのでってこともあるんですけども、やっぱり三谷先生の方が分かりやすいですね。もともとこういう経営学の本も出されてますけども、それ以外に伝えることの技術の本もたくさん出されていて、これも分かりやすい。やっぱこれね、本当にね、分かりやすさって大事だなっていうことをね、三谷先生から感じます。それ以外にもね、科学技術分野なんかも、まあ、ここが一番よく使われますかね、アウトリーチという言葉が。例えばですね、国際会議や、国際シンポジウムを開いて広くですね、科学の成果を発表するなんて、こんなこともアウトリーチと言われます。それから、ね、特にね、科研費、いわゆる国からお金が出てる場合は、こういうふうなことが、この科研費を使って分かりましたよってことを発表する場として国から要請されることもありますね、まあ、税金使ってますからね。そしてちょっと長くなりますけども、一応読み上げます。文科省の、ね、ホームページに載っている定義では、国民の研究活動、それから科学技術への興味関心を高め、かつ国民と双方向な対話を通じて国民のニーズを研究者が共有するため、研究者自身が国民に対して行う双方向なコミュニケーション活動と。ちょっと長かったですよね。でもね、まあ言っていることは、まあ、大体こんだけ読むと分かると思いますけども、私なりにね、ちょっとね、まあ、勝手な少し狭い範囲の定義すると、専門的な分野において分かりやすく専門外の人にも伝えること、このことを、まあ、私なりの定義としてしたいと思います。でそうした時にね、最近もね、ちょっと大阪に出張があったんで感じたことがあります。それは何かというとね、例えばタクシーに乗りましたわけです。大阪都構想どうでしたかって言うと、正直言ってそのタクシーの運転手さんはこういうふうに分かりました。ほとんどの人がよく分かってなかったんじゃないかと、分かって投票してる人って少ないんじゃないのってこういうふうに言われました。で私自身も分かんないですね、あ、そう、運転手さんも分かんなかったの、
こんな会話がありましてね、でお客さんのところに行くとやっぱり同じこと聞くんですよ。となると分からずに問い残して、まあ、わずかの差でですね今回否決されたわけですけども、まあこれ本当に分かってたらねどうなったかは分かんないなっていうふうに思います。これあんまりいい姿じゃなくて、実際ですね、まあここにありますね、投票結果、投票のね風景ありますけども、まあメリットデメリット理解したまま多くの人がなんとなく投票した、まあこれが事実だとすれば、まあ、ぜひねこれ変えていった方がいいなと思います。じゃあアウトリーチ活動のね手段ってね実はいっぱいあるんです。専門性にね違いが大きい場合はアウトリーチ方法として、内容付きに関してはねさっきの三谷さんの本じゃないけどね、まずは興味を持ってもらうかどうかを考えて自分たちにどう影響があるかを理解してもらう。例えば大阪市がなくなったらどうなるかっていうことを、まあ、直接ね、理解してもらうってことは、なんとなく4つに分割されたら損したんじゃないのぐらいの理解じゃなくて、もうちょっとね、深い理解をしてもらった方がいいんじゃないかなと思います。特にね難しい専門用語は使わないで、そしてですね場合によっては漫画も OK と、まあ、さっきもねこれね、あ、経営戦略全史、これすごく売れた本ですよ。これも漫画になってるんですよね。まあ、もちろんね漫画じゃない本もありますけど、漫画でもね私は OK だと思います。それから分かりやすい噛み砕いた内容と比喩が必要です。それ以外にもね情報発信としてさまざまなねメディアを使った方がいいと思います。まあだいぶ使ってましたけどね、ちょっと私は足らなかったなと思ってます。テレビとかねラジオ、それからソーシャルメディアなんかもねもうどんどん発信して、書籍だとかね雑誌も出ました、プレス陣もねありました、ウェブサイト、これもねどうなのかなっていうことがあります。それから場を設けるっていうことなんですけども、例えば何とかカフェとか行ってね、そこに集まればそういうことに関していろんなことが分かる、あるいはそういう情報交換ができる、こういう場もね作ることが大事です。そのためには気軽に立ち寄れて、そして意見交換ができて、そして興味を引くスタッフがいてみたいなことも大事ですし、講演会開いたりとか出張で講義したりとか、それから人が集まってる場に参加するというような、まあ、継続的な双方のコミュニケーションがあれば、もっともっとですね、例えば大阪都構想に関してもね、分からずに投票したしちゃったっていう、こういう方が少なくなるんじゃないかなと、こんなふうに思ってます。そしてね、私これ非常に重要だと思っているのはアウトリーチ活動の効果を測定することです。はい、問い合わせの窓口を設置してね、どのくらいですね問い合わせがあったかとかね、どのくらいどういう問い合わせの内容だったかということを確認する、あるいはイベント参加時にアンケートを取ってもいいと思いますね。あの商店街のね、ついてのキャンペーンですね、 GoTo 商店街のところで少しお話ししましたけども、商店街の一つの問題は、まあ、いろんなイベントね、行政から予算がついて実施してますけども、測ってないということは私は最大の問題だと思います。今回のイベントが良かったかどうかと同じように、このアウトリーチ活動どういうのが良かったのか、どういうのが効果的だったのか、どういうのが本当に市民の方に理解してもらえたのかってことをきっちりですね、まあ確認するっていう活動も必要なんじゃないかなと思います。ということで、今日もまとめたいというふうに思います。一つは、しっかりとしたアウトリーチ活動を行うことが重要です。まあそのためにはね、私ちょっとねこれは大阪都構想の時にね、申し上げましたけれども、まあ、公明党はね、なんかねいろいろ働きかけたとかいろんな話がありますけども、それは事実分かりませんけども、大阪都構想はこんなコロナ禍ではなくて1年後もっともっとアウトリーチ活動をした上で、そして行っても遅くなかったんじゃないかなと、こんなふうに思いました。そして全ての分野においてアウトリーチっていう考え方、特に多くの方が理解してもらうってことは民主主義の根底になるので、すぐに3番目に書きましたね、機能するためには専門的なことを専門外の方が分かっていくための努力っていうのは本当に重要だというふうに思います。ということでね、私もこういう仕事やってますので、今大学でもねアウトリーチっていう言葉が少しずつ、まあ、どちらかというと理系の分野だけじゃなくて、あの文系の分野にもね、まあ、言葉がね出るようになりました。日本一分かりやすい講義、分かりやすい研修をもう目指したいなと、ここがね、多くの方にね、あの理解いただける最大のね、方法じゃないかなというふうに思って、おります。ということで今日はですね、大阪都構想秘訣で考える政策アウトリーチの重要性、理解が深まれば深まるほどね参加率は上がります、
投票率が上がりますので、こんなことをお話をしました。ということでね、今日のようなちょっと最近話題になったようなニュースからね、題材にしてお話もします。経営学の基本的なお話もします。企業事例もお話しますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう。今日もどうもありがとうございました。チャンネル登録、それから LINE 登録忘れずにお願いします。どうもありがとうございました。